都道府県。中部地方。新潟県。県庁所在地は新潟市。コシヒカリを中心としたお米の生産が盛ん。切り餅の出荷額、舞茸の生産量が多いよ。雪が多くてスキー場がたくさんあるよ。へぎそばも美味しいね。佐渡島は日本海側最大の離島。日本一の米どころ、新潟県。富山県。県庁所在地は富山市。医薬品の出荷額は全国1位。富山湾では白エビ、ホタルイカが取れるよ。黒部ダムの放水は大迫力。砺波のチューリップはとっても綺麗だね。自然の恵み豊かな富山県。石川県。県庁所在地は金沢市。日本三名園の一つ、兼六園。新鮮な魚介類や干物が売られている輪島の朝市が有名。加賀友禅や九谷焼、輪島塗りといった伝統工芸が受け継がれているよ。金箔の出荷額が多く、金箔が乗ったソフトクリームも食べられるよ。伝統の魅力あふれる石川県。福井県。県庁所在地は福井市。メガネ枠の出荷額全国1位。恐竜の全身の骨格が見られる恐竜博物館があるよ。越前ガニが有名で、越前おろしそばや郷土料理のへしこも美味しい。繊維産業も盛んだよ。恐竜王国、福井県。山梨県。県庁所在地は甲府市。静岡県との間にまたがる日本一高い山、富士山。ぶどうや桃など果物栽培が盛んでワインが有名。八ヶ岳山麓ではレタスやキャベツなどの高原野菜の栽培が行われているよ。武田信玄のお膝元、山梨県。長野県。県庁所在地は長野市。リンゴやブドウ、レタスが多く取れるよ。おやきや戸隠そばが名物。多くの参拝客が訪れる善光寺があるよ。スキー場やキャンプ場も多い長野県。岐阜県。県庁所在地は岐阜市。飛騨高山の民芸品サルボボや飛騨牛、美濃焼きが有名。ハサミや包丁の出荷額も多いよ。世界遺産になっている白川郷や1300年続く長良川の鵜飼、今も伝統が受け継がれているよ。豊かな森林、水資源、岐阜県。静岡県。
県庁所在地は静岡市。お茶の生産量は日本一、広い茶畑があるよ。マグロやカツオがいっぱい取れて、ピアノの生産も盛ん。山梨県にまたがる富士山は世界遺産で、熱海は人気の観光地。温州みかんも美味しいね。お茶の名産地、静岡県。愛知県。県庁所在地は名古屋市。金のシャチホコが有名な名古屋城。木曽川のほとりの山の上に立つ犬山城があるよ。自動車生産額は日本一。アサリやキャベツの生産量も多いよ。平たい麺が特徴のきし麺が名物。日本最大の工業出荷額を誇る愛知県。この都道府県はどこかな？新潟県。この都道府県はどこかな？富山県。この都道府県はどこかな？石川県。この都道府県はどこかな？福井県。この都道府県はどこかな？山梨県。この都道府県はどこかな？長野県。この都道府県はどこかな？岐阜県。この都道府県はどこかな？静岡県。この都道府県はどこかな？愛知県。